私はめいめいひまり、死神よ。今は人間の体を借り、人間世界で普通の高校生として暮らしているわ。この体も高校生活もそれなりに気に入っているんだけど、最近困ったことがあるの。性欲よ。体は若くてギンギンだし、学校に行けば可愛い女子高生がいっぱいいるし、毎日エロいことで頭がいっぱいなの。だんだん日常生活が困難になってきているわ。ひまりちゃん、おはよう。あ、つむぎちゃん。特にこの子、同じクラスのカスカベつむぎちゃん、ドストライクよ。誰にでも分け隔てなく優しくて、真面目で可愛くて、でもどことなく裏でパパ活でもしてそうなエロい雰囲気もあるわ。最高の女ね。めちゃくちゃにしたいわ。どうしたの、ひまりちゃん。アーシの体をジロジロ見て、何かついてるかな。なんでもないわよ、つむぎちゃん。なんでもないの。あ、ついてるさ。柔らかそうなおっぱいに、プリンプリンのお尻に、お股には美味しそうなアワビがついてるさ。思い切り顔を褒めてケロケロしたくてたまらないさ。そう、実は最近少し太っちゃってさ、痩せたいな。ふざけんじゃないわよ。それより痩せたらムッチリ感がなくなるでしょうが。私とエッチなことするときのことも考えなさいよ。私はね、ムッチリお肉のついた丸いお尻をわしづかみにするのが大好きなの。痩せればいいってもんじゃないわ。これだから女は、まったく。つむぎちゃん、全然太ってないよ。今が一番エロ、じゃなくて、可愛い体型だわ。そうかな？あ、授業始まるね。じゃあまたね。うん、またお話ししましょうね。あ、くそ、つむぎ、可愛いよ、私のつむぎ。この授業中は存分にエロいことを考えて、脳内をナニーしてやるわ。めちゃくちゃにしてやるから覚悟なさい、つむぎ。まず、つむぎちゃんの一番そそる格好といえば、すくみずよね。あ、たまらないわ、つむぎちゃん、つむぎちゃん。スパッツタイプとかユニセックスタイプのすくみずなんてクソくらいだわ。昔ながらの、太ももがあらわになるスクール水着が最高だわ。動いているうちに、布がどんどんお尻の穴の方に食い込んでいくのよ。お尻と太ももの境目が曖昧になって、少しずつハイレグになっていくのもいいわ。人差し指と親指で、その食い込みを直す仕草も趣があるわ。あ、今すぐ触りたい。つむぎちゃんのお尻に触りたい。触ってしまおうかしら。そうしたらつむぎちゃん、どんな声を出すかしら。あ、驚いて、怖がって、黙って震えているだけかもしれないわ。いいわ、その顔、もっとひどいことをしてやりたいわ。あ、ダメ、冷静になって。そんなことしたら、つむぎちゃんに永遠に消えない傷をつけるわ。私だって退学になって、下手したら警察沙汰になるわ。でも、これって夢かもしれないわよね。そうよ、夢の世界だったら何をしてもいいんだわ。つむぎちゃんの体を、欲望のままにめちゃくちゃにまさぐってもいいんだわ。クリトリスにしゃぶりついたり、おまんこに指を入れてもいいんだわ。栗を舌でレロレロしながら、G スポットを指の腹でグリグリ刺激して、天にも昇るような快感を共有したいわ。どうせこれは夢。夢だから何をしてもいいんだわ。行くわよ、つむぎちゃん。今から教室で、授業中にエロエロセックスしましょう。あなただって本当はエロいことしたかったんでしょう？は。
授業が終わっちゃった。きまりちゃん、さっきの授業難しかったね。そうね、そうだったわ。どうしたの、きまりちゃん。様子が変だよ。体調悪いの？優しい、なんていい子なの。私、さっきまで脳内であなたのおまんこを無理やり舐めていたのよ。つむぎちゃん、私、あなたを守るわ。へ、守るって、何から？決まってるじゃない。つむぎちゃんに無理やりエロいことをしようとする性犯罪者からよ。つむぎちゃん、あなたは無防備すぎるわ。世の中には朝から晩まで、あなたに性的な暴力を振るいたくて振るいたくて、悶々している。性犯罪者予備軍がいっぱいいるのよ。スクール水着なんて来た日には、絶対に襲われるわ。ちょっと、ちょっと、何言ってるの、きまりちゃん。怖いわよね。でも大丈夫。100人が襲いかかってきてもつむぎちゃんは私が守るわ。よくわからないけど、とりあえずありがとう。ああ、くそ、つむぎちゃんは可愛いな。つむぎちゃんは可愛いな。私のつむぎ、私のつむぎ。